にちは、みっちゃんディクショナリーのみっちゃんです。今回は、Google 翻訳の説明をしたいと思いますね。使い方、まあみんなで、ね、翻訳とかするときに Google 翻訳とかね使う人多いと思います。みんな、大体みんな、多分 100% うち 80% は Google 翻訳で多分翻訳してると。ね、まあみんなサイトとかでやってると思いますけど、今回はアプリの使い方をご紹介します。サイトよりアプリの方がいっぱい機能があります。で、例えば、まあ、普段の使い方は一緒だけどね、まあ、音も、こう音声も流せるし、言葉ももちろん変えるから。例えば、ここ日本語とクロアチア語、ここで変えれます。タップしたらね。で、例えば、ここにこんにちはと入れます。そしたら、ここの矢印を押したら、こんな風になる。ボーク、ね。で、ここの隣の手書き入力っていうのを押したらどうなるか分かりますか？手書き入力を押したら、こう、例えばここにみっちゃんと書きます。ほら、認識するんですね。すごいすごいよ。すごいです。例えばみっちゃんディクショナリー、まあこういうこともできるんです。これね、多分できないと思います、サイトではね。こんなこともできる、ちょっと便利だね。で、次、その隣の声で認識します。ほら、これで声で認識する。声で認識します。で、カメラ入力っていうのを押したら、カメラでテキストをもちろん写真もいけるよ。写真、例えばこれにしよっかな。これ、で、ここでこう読みたいとこをこうなぞっていきます。例えばこう、消えた、ごめんなさい。みっちゃん語解読、いや、サムネイルをここに入れてみると、で、なぞってみたら、ほら、上に出てきて、下は無理なのか。ああ、無理な。みっちゃん、すべて選択して、あれ、すべて、もうちょっともう一回ごめんね。で、これで、ほら、みっちゃん語。みっちゃんゆえじく。みっちゃんざじく。ね、こんなふうに、他のテキストとかが入ってる、ものなら何でも大丈夫です。例えばこれでもいける。ほら、国の説明な、国の国旗の説明、国旗のね、ここ違うな、まあ間違えてるとこもあれば、あって、めっちゃオブラズロメイエブラムネマスタメブラジル、マウリタニア、メリカブリタニア、ブラジル、モンテニリア、わかんないけどね。まあ、字入ってないのなら、認識しません。ほら、テキストが見つかりませんで、ね。ほら、こんなふうに便利な語呂ができます。対話。こんにちは。こんにちは。こんにちは。さようなら。ドビジェンヤ。ということになりますね。こんな感じです。ビッチェオマト。こういう感じです。こんな感じ。履歴をすべて消去するには、下の設定のところの翻訳履歴を消去する。こんな感じですね。こんな風にな感じです。ここで、スクリーンショットしたやつをこうできることもね、まあさっきやったのと一緒ね。まあそんな感じですね。何でもまあいけます。
スキャンも行けます。記者か。見つかりません。わっわわ。こんな感じですね。今回はこれで終わります。では、さようなら。